さて第3試合はスーパーフライ級の試合を迎えました。こちらは大崎浩輝、セコンドに大崎和樹の姿があります。現在のスーパーフライ級チャンピオン、お兄さんにあたります。そして今日は京介との対戦です。白鳥さん、白鳥さんはどうですか、去年の12月大崎浩輝が試合やってますけど、あの試合はご覧になりました？僕大崎選手がやった相手、タイ人なんですけど、はい、てっぺんジムのトレーナーなんですよ。そうだ、で僕ちょうどそれセコンド入ってて、はい、もうリング下からもう見てましたよ。ああそうだ、サンチャイてっぺんジムですよね。はい、やはり、あの試合は判定でスプリットで大崎浩輝が勝ったわけなんですけども、ムエタイルールの試合なん で、はい、で5ラウンドでやってたんですけど、いや大崎握手力が強いなと思ってずっと見てて思ったんですけど、はい、やっぱ一発一発になんか破壊力あるなと思って、先生が見てるより KO 率も高いじゃないですか、はい、でもこれの試合も KO の予感はしますよね。そうですか、大崎金のトランクスを履いています。パンチからそしてローキックとつないでいきました。そしてミドルです。いきなりキレのあるキックを出してきます。そして黒いトランクスが京介、京介は去年真ん所に敗れました。でもこのスーパーフライ級という階級も白鳥さん、かなり面白い階級ですよね。そうですね、今その僕のライト級とこのスーパーフライ級が一番激戦区なんじゃないかなって僕は思ってますね、かなり層が厚いと言いますかね。いい選手揃ってますよね。ボディ京介連打です。ボディからそして左引く、一気にこうスピード感が上がりましたね。そうですね、いや福井さん、スーパーフライ級は軽い階級ですからね、やっぱりこう動きが速いんですよね。いやそうですね、こう一気にぐんとスピード感上がってきましたし、見てる方も楽しいですよね、スピード感。そうですね、あとはこうパンチキックのキレですよね、このスピード感というのがやっぱり魅力です。存分に味わっていただきたいと思います。プレッシャーをかける大崎。僕の印象なんですけど、大石ジムの選手ってなんかみんなすごいどっしりしてるなと思って、なんかみんなブレないなって思うんですよね、はい、入れてパンチからそしてボディ入れてきました。強烈ですね、アッパーからそして膝。いやしかし出だしから白鳥さん、手数が多いですよね。手数多いし、お互いに多いですね。いやどんどん蹴ってきます、大崎です。いや白鳥さんが言ってた圧が強いっていうのがもう感じられますね、はい、そうですね、なんか引かないんですよね、後ろに下がらない、はい、これですから相手は大変ですよね。ちょっと今カーフキック、ダウンを奪いました。大崎この圧力から、そして右ストレート、立ち上がりました京介。ランキングは3位です、スーパーフライ級。またプレッシャーかけます、ボディから連打、上下のチラシが早いです。確かにそうですね、またプレッシャーです。そしてローキック、ローで返す京介。これダウン通ってもしっかり落ち着いてますね、はい、そこからね、慌てる感じがあんまりないんですよね。一気に仕留めようという気はあまりないんでしょうか。落ち着いてプレッシャーをかけていきます。おっとスリップです。残りが10秒切ります。なんかガードしたところでダメージがありそうですね。確かに重たいパンチですね。おっとここでゴングです。第1ラウンドが終了。このラウンドはダウンを奪いました大崎浩輝。第1ラウンドが終了いたしました。さて白鳥さん、お互いこうキレのある攻撃出してきましたけども、そうですね、スピードがあってよかったんですけど、やっぱ大崎選手がすごいパワフルですね。これ本当お兄ちゃんに似てますよね。いや本当に似てますね、力のあるパンチ、こう一発で効かせれるものを持ってるんで、そういう選手はやっぱ自信持って戦ってますよね。確かにね、自信というのがこう現れています。だいたいこうダウン取ってなんか焦ってガーって攻めるラッシュかける選手もいるんですけど、はい、なんかそういうのもなくすごい終始落ち着いて戦ってたんで、相当自信あると思いますね。さて大崎のセコンドには現在のスーパーフライ級チャンピオン、お兄さんの大崎和樹の姿があります。ラウンド2、第2ラウンドの始まりです。
金のトランクスが大崎幸喜、そして黒いトランクスが京介です。先ほどのラウンドはダウンを奪いました大崎。またプレッシャーをかけてきます。少しずつプレッシャーをかけてきた。気がつくとコーナーまで詰められてしまいました。おお、ボディー連打。おっと右返しました。おー、効いた。カーフか。来ましたね。カーフキック立てない。ノックアウトで仕留めた。またカーフキックですか。いやー、やはり2021年、今格闘界の大流行、カーフキックで仕留めました。いやー、流行ってますね、本当に。いや、実はこれが流行ってるっていうのは耳にしてたんですけど、はい、こんな立てなくなるもんなんですね。いやー、これ僕ね、僕も試合で3発ぐらいもらったことあるんですけど、はい、それだけでも結構もう試合後足引きずってましたね。今一発で決めましたよね。すごかったですね。いや、なんかちょこちょこ蹴ってたんですよ。多分3発ぐらいはもうもらってたんで。そうなんだ。いや、もう早すぎてそれすら分からなかったです。やっぱり一番この筋肉が弱いところっていうか、はい、もらうとだから、そうですね。2ラウンドノックアウトで仕留めました大崎幸喜です。選手対象